行ってまいります。こちらは吉弘、吉弘でございます。中町地区の皆様おはようございます。吉弘でございます。中新井地区の皆様、吉弘でございます。こんにちは、湯田吉弘です。皆様こんばんは。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。5日間厳しい選挙戦でしたが、皆様のおかげでなんとか乗り越えることができて、今があります。ありがとうございました。これより、はい、ありがとうございました。お世話になります。皆さんこんばんは。私からは2つだけお話をさせてください。一つは、ただいま選対本部長からもありましたように、私は3度支持者の皆さんにがっかりさせてきました。支持者の皆さんに期待に応えられなかった、これは私の痛恨の極みです。こんなに切ないことはありませんでした。そして今回4度目の挑戦にあたって、私は一度も政策の話をしていません。こんな町にしたい、あるいはこういうことをやりますということをなるべく話さないようにしてきました。それはどんなことを話しても負けたら、勝たなければそれは水の泡となって聞いていくということを私自身一番感じておりました。したがって勝つためにどうしたらいいんだろう、真剣に本気で考え、人の力もたくさんの私を応援する方々も、あるいはそういう関係にない戦いのプロの方の意見も聞きました。とても苦しんで今までの選挙とは違う選挙だったので、自分自身心が折れそうになりました。それでも私が頑張れるのは皆さんがいたからな、皆さんが本当に懲りずに応援してくれたから、私はそれに応える必要があるということで、勝ちをとにかく一票でも勝つんだということでこれまで続けてまいりました。それは皆さんのところに、これまでお世話になった皆さんのところに一度も顔を出せなかった、あるいは顔を出すにしても遅かった、本当にごめんなさい、ここで改めて謝ります。しかしこうして5日間選挙カーに乗って回ってみました。するとどうでしょう、若い20代30代あるいは子供を抱いて、吉弘さん頑張れ、俺たちが応援するぞ、そしてメールで、たくさんのメールで、吉弘なんでかんで町長になれ、そういうのが山ほど今届いています。それは皆さんのこれまでの票に新しい票が加わるというふうに私は受け取りました。だから今日この最後の日に一つだけ政策の話をします。まず一つ、役場の中には公務員がいます。その中にどうして皆さん、どうして一人だけ町長政治家が入るんでしょうか。考えたことありますか。行政経験が豊かだ、役場にいたり県にいたりすれば行政の仕事はできるのは当たり前なんです。土木をやってれば土木のプロになるのと一緒なんです。つまり町長というのは行政マンであっては務まらないんです。なぜならば行政
定満というのは、県や国が作った制度、レールがあります。そのレールを脱輪しないで間違いなく走っていくのが役場の職員の仕事なんです。ですから皆さん、役場の職員の方々に、あれができない、これができない、俺の希望、望み、これを聞いてくれない、これ言っても聞けないんですよ。役場の職員の仕事は、決まったことを正しくやっていくというのが役場の職員の仕事なんです。ただ、一人だけそうでないことをやれる人がいる。それが町長なんです。町長ってそういう責任があるんです。ですから、役場に新しく入ると必ず誓いの言葉というのを言わなきゃならない。私は町長の命に従って職務に精励することを誓います。これを町長の前で言うんです。町長の命令に従ってということなんです。町長が命令を出さなかったら何もやれないのが役場の職員なんです。職員ほど悪く言わないでください。ぜひこの町長がですね、レールを新しく敷いていく。今まではこのレールでよかったけど、これからはこのレールの幅を少し広げなきゃならない。あるいは右側にカーブを切らなきゃならない。左側に移さなきゃならない。これは全部町長の責任なんです。そこで私は子育て日本一の町を目指すということを掲げました。これは選挙のための公約ではありません。あと2分で終わりますから、聞いてください。子育て日本一の町を目指す、その一番の今取り組みしているのが、鳥取県の大南町というところです。ここには一流のシェフが、一流の設計者が、一流の土木技術者がどん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 集まっています。なぜですか？ここで子育てするんであれば、ここで技術がさらに磨かれて、全国の有名な専門家と出会える、それがあるんですね。それで今、私そこに行ってきました。出生率、子供が生まれる率、2.38 人です。日本一です、まさに。で、島根県から勉強に来ていた女性の方、22歳の女性の方が、何を勉強するのって言ったら、私はパンを作りたいんだ。パンを焼きたいんだ。これで日本一になりたいんだということで勉強していました。で、南会津で何をするか、絶対に子育てをする若い世代の方に負担を少なくする、そしてそれだけじゃなくて、その方々がその地域にいるお年寄り、おじいちゃんやおばあちゃん、いいものいっぱい持ってますよ。納豆を作ったり、あるいはお寿司を作ったり、あるいは洋裁、着物を縫ったり、できる人たくさんいるんですよ。で、この方々が子どもセンターに集まって、そうして子どもたちとその子育てをする親と交流をする。そしたら何が生まれると思いますか？そこであれもやりたい、これもやりたいということが生まれるんです。そうするとそこにはやりたいけどお金がない、やりたいんだけど資格がないといった時に資格を取らせてあげるんです。それも町がやるんです。資格を取れたら、例えば冬、除雪、オペレーターがいない、オペレーターの資格も取らせてあげましょう。いいね、私重機が好きなんだよ。どん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 人が集まってきます。そしたらですね、次第に次第に仕事が生まれて、その仕事が今度事業として大きくなって、さらには、どこで暮らすのって言ったときに、空き家があるじゃないか、空き家を直しましょうよ。空き家を直しながらそこに住んでいただいたら、村の中に若い人たちが入ってくれるじゃないですか。そういうふうにして私はどん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 つなげていって、この町が私たちが子供の頃経験したように、今お年寄りになった皆さんが私たちを育てたように、元気があって仲間がいて、そう
気のある、元気の出る、未来が見えてくる、そんな姿が出来上がるんです。それはできると思うことなんです。できると思った上で、今度は県に行くんです。県にこういうふうにやりたい、国にこういうふうにしたいんだけれども、力を貸してくれ、必ず貸します。国はそれを待っていますから、いつでも来てくれ、そういうふうに言っています。これが町長の仕事なんです。それを私一人でやるんではない。皆さんが思っていること、皆さんが考えていることを一つ一つ私に、あるいは役場に届けていただければ、それを一つ一つ丁寧に探りながら、みんなで作り上げる。これが最も民主的で正しいやり方なんです。あなたに任せます、ではないんです。どうか皆さん、私そんなですね、思いの中で町長選と戦ってまいりました。でも初めてこの話はします。ですから皆さんが主役であるということをぜひぜひ胸に留めていただいて、24日の投票にしっかりと結果を出せるように、まだ残された時間私頑張りますので、さらに皆さんの力を貸していただいて、そうなった暁には皆さんが政策を作り、皆さんが自分の、そして子供の孫の計画を作り出す主役であるということをぜひここでご理解をいただきたいと思います。湯田義弘はそんな思いで残りも頑張ってまいります。どうもこれまで本当に支えていただいて、一票一票重ねていただいて、心からお礼申し上げます。候補者本人頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。今南会津町は桜の花がとっても満開です。義弘もこんな桜の花に負けないような大輪の花を咲かせましょう。皆さんありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。しかし皆さん、あと25時間あります。投票が終わるまで25時間あります。どうか1票でも2票でも皆さんの力でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。もう命がけで頑張りますので。ああ、すいません、ありがとうね。命がけで残り頑張りますから。はい、一票でも、一票で固めます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張るところありがとうございます。いやいや、大変です。国会議員の方ですとか、国会とか。これからの締めか。